どうも皆さんこんにちは、着伐です。本日はですね、ポイントサイトハピタス JAL マイル交換開始記念キャンペーン解説ということで動画ねやっていきたいというふうに思います。ポイントサイトハピタスのポイントを先着にはなるわけなんですけども、実質ね 92% の交換レートでですね JAL マイルに交換することができるっていう形になっておりますんで、 JAL マイルで貯められている方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなというふうに思います。それでは早速ねキャンペーンの概要ね行ってみたいと思うんですけども、ポイントサイトハピタス JAL マイル交換開始記念キャンペーンということで、ポイントサイトハピタスからですね JAL マイルに交換するだけで実質ね 92% でポイントをね交換することが可能っていう風になってるんですよね。こちらのキャンペーンはですね先着っていった形になっておりまして、第1弾はですね3月1日にね開始されたわけなんですけども、3月中ですねあとね3回のチャンスがあるっていう風になりますので、先着に入れればですね利用することができるっていった感じになってるんですよね。でですね期間に関しては第1回がね3月1日に終わっておりまして、第2回がですね3月の8日から3月の14日にこちら先着20名っていった形になっておりまして、第3回がですね3月の15日から21日までこちらは先着30名で、第4回ですね3月の22日から3月の31日先着40名っていった形になっております。まあこちらね3月8、15、22でね開始になるわけなんですけども、先着の人数がですねそんなに多くないっていった形になりますので、間違いなく1日でね終わるっていうふうに思いますので、参加される方に関してはですね早押しっていった形になっておりますので、この点はね覚えておいていただきたいなというふうに思います。今回のキャンペーンに関しては先着で早押しっていた形になるわけなんですけども、実質 92% でね交換することができるっていうふうになりますんで、かなりお得ですよね。またですねこのキャンペーンについてはですねあとね3回チャンスが残っているわけなんですけども、キャンペーン自体はですね1人1回のみね今回のこのキャンペーン適用っていうふうになりますんで、仮にね第2回の3月8日からね開催されるキャンペーン、こちら早押しで取れた方に関してはですね第3回第4回に関しては参加できないっていった形になっております。でですねポイント交換の詳細に関してなんですけども、実質ね 92% っていった形になっておりまして、ポイントサイトハピタスのポイントを5000ポイントこちら JAL マイルに交換するとですね 2500 JAL マイルにね交換することができるわけなんですけども、後日ですね 2290 ハピタスポイントをですねポイントバックされるっていった形になっております。まあこの交換レートですね考慮するとですね2710ハピタスポイントが2500ジャルマイルに、ね、交換できるといった形になりますので、実質の、ね、交換レートが 92% といった形になっております。でですねこちらのキャンペーンの特典分のポイントに関しては2021年の4月の中旬頃に、ね、付与されるといった形になっております。それではですね次にキャンペーンの参加方法なんですけども、今回のこのキャンペーンに関してはこの期間中にですね早押しでねジャルマイルに交換していただくわけなんですけども、ハピタスポイントを JAL マイルにねそのまま交換するだけでね OK っていった形になっております。特にねポイントサイトハピタスの案件をね利用する必要もなくですね保有しているポイントを JAL マイルにね交換するだけでね OK っていった形になりますので、先着にはねなるわけなんですけども、かなりね利用しやすいかなというふうに思います。またですねポイントサイトハピタスから JAL マイルにね交換する場合に関しては JAL ねマイレージバンクの会員番号ね必要というふうになりますので、私のね動画見られている方に関してはですね JAL マイレージバンクの会員番号ね持ってない方はねいらっしゃらないかなというふうに思うわけなんですけども、まあ、参戦される方に関してはですね事前にね作成が必要っていった形になっております。でですねこちらのキャンペーンは先着になるわけなんですけども、まあ、このね先着にどうやって入れてるかっていうのは当日ですねこちらのキャンペーンのサイトに行くとですね今現在何人利用していますみたいなねそんな感じでね表示されるっていった形になっておりますんで、まあ、こちらね見ていただければですね今何人利用されてるかっていうのはね分かるかなというふうに思っております。またですねこのキャンペーンの先着に入れた方に関してはですね交換レートを92% で交換しましたっていうね表示が出るそうですんで、またねこのキャンペーン期間終了時にですね特典対象の方に関してはねメールが配信されるっていう風になっておりますんで、まあ、ここでね利用できたかどうかはですねまたさらにねチェックできるかなという風に思っております。
いかがだったでしょうか。今回ですね、ポイントサイトハピタスのポイントをですね、JAL マイルに交換するのが開始になりましたということで、このキャンペーンがね、始まったわけなんですけども、最近ですね、このポイントサイトハピタスっていうのはですね、本当にね、すごいなというふうに思っておりまして、個人的にはね、おすすめのポイントサイトの一つではあるわけなんですけども、もともとね、このポイントサイトハピタスっていうのはですね、そこまでね、すごい最高ポイントをね、出すっていうね、印象がね、あんまりなかったポイントサイトなんですけども、最近はですね、他のポイントサイトが最高ポイントを出すとですね、それに対抗してですね、さらにポイントを上げてくるみたいなね、そんな感じで一つの案件に対してですね、最高ポイントをね、出してくるポイントサイトっていう風になってきておりますんで、かなりね、利用しやすいかなという風に思っております。またですね、ポイントサイトハピタスに関してはですね、ちゃんとね、利用していたとしてもポイントがね、つかなかった時っていうのはね、やっぱりあるんですよね。まあ、こういう時にポイントサイトのね、利用しやすいか利用しにくいかってね、分かれるかなっていうふうに思うんですけども、ポイントサイトハピタスに関してはですね、本当にこの問い合わせに関しては真摯に、ね、対応していただけるポイントサイトっていうふうになりますんで、本当にね、この手はね、かなりおすすめだなというふうに思っておりまして、やはりね、ポイントサイト利用するっていうのは相手がね、見えないっていった形になりますんで、ここでね、真摯に対応していただけるっていうのはね、かなりね、利用しやすいかなというふうに思っております。またですね、2021年3月でね、1回終わるわけなんですけども、ドットマイル増量キャンペーンっていうのもですね、ポイントサイトハピタスでは行われておりまして、今現在ですね、 ANA マイルに 93.75% でね、交換できたりとか、 JAL マイルにですね、実質 80% で交換できるね、キャンペーンとかもね、行われておりますんで、マイルをね、貯めるポイントサイトとしてはかなりね、おすすめだなっていうふうに思っております。私もですね、最高ポイントがね、最近出ているっていうことも多くてですね、ポイントサイトハピタスね、結構中心的にね、利用させていただいているわけなんですけども、このドットマイル増量キャンペーンに関しては一応ね、3月で1回区切られるわけなんですけども、昨年1年間はですね、結構ずっとやられていたので、もしかしたらですね、こちらもね、延長あるのかななんていうふうに思っております。まあ、いずれにしてもですね、ポイントサイトハピタスね、個人的にはかなりおすすめっていった形になっておりますんで、今回ね、JAL マイルのキャンペーンで始まりましたので、ちょっとね、先着にはなるわけなんですけども、 JAL マイルね、貯められている方はですね、ぜひね、参戦してみていただきたいなというふうに思っております。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルなどについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。